目は開けたままでいてください。目は開けたままで楽な呼吸を繰り返してください。深呼吸ではなく、浅い呼吸でもない、普段通りの自分にとって一番心地よい呼吸を繰り返してください。目を開けて楽な呼吸を繰り返します。そして頭を動かさずに目の前のものを見てください。何が見えますか？スマホの画面、机の上に置かれたもの、自分の手、カーテンや壁、空や木など見えているものにしばらくの間意識を向けてください。でも強く意識を向けようとしないで、ぼんやりと見つめてください。楽な呼吸を繰り返しながら、ぼんやりと見えているものに意識を向けます。それでは目は開けたままで呼吸を口でしてください。口で息を吸って口で吐き出します。これもゆったりとした普段通りの呼吸で結構です。目は開けたままで口で呼吸をしてください。ゆったりとした口呼吸を繰り返していただきながら、今度は意識を舌に持っていきます。吸い込んでいる呼吸はどんな味がするでしょうか？甘い味、苦い味、しょっぱい味、それを味わってください。もしくは何の味もしないかもしれないですよね。で、その場合はその無の味を味わってください。目は開けたままで、今度は口呼吸を鼻呼吸に変えてください。呼吸を鼻でしてください。ゆったりと鼻で吸って鼻で吐きます。鼻に意識を持っていきましょう。鼻で吸い込んでいる空気はどんな匂いがするでしょうか？食べ物の匂い、タバコの匂い、お日様の温かい香り、埃の乾いた匂い。何も匂わないなら、その無の香りを嗅いでください。次は耳です。目は開けたままで耳に意識を持っていってください。私の声を今聞いていただいていますけれども、他には何が聞こえるでしょうか？音声と一緒に聞こえる BGM やかすかなノイズ音、お家にいるペットの立てる音、家電の立てるブーンという小さな音、外を走る車が立てる音、ご近所さんの声、雨や風の音、たくさんの音が聞こえるかもしれませんね。
しばらく黙っていますので、ご自分の耳に入ってくる音を聞いてみてください。目は開けたままで、今度は肌に意識を移してください。肌にかゆみや小さな痛みがある部分を感じてください。冷たい空気に触れている部分や太陽が肌に当たる感覚、肌に触れている髪の毛の感触、シャツやパンツの素材の感触、かけているメガネの重さ、足を包む靴や靴下の感覚、座っている椅子の硬さやソファーの柔らかさ、寝転んでいる床やベッドの寝心地などを感じてください。それでは目を閉じてください。目を閉じたままゆっくりと時間をかけて、今自分が一番行きたい場所や痛い場所を頭の中でイメージしてください。憧れの旅先や誰もいない海辺のビーチ、近所の公園、昔住んでいた町、または居心地の良いご自宅など、どんな場所でも結構です。目を閉じたままゆっくりと時間をかけて、今自分が一番行きたい場所や痛い場所を頭の中でイメージしてください。今閉じたまぶたの目の前にはどんな風景が広がっていますか？その風景を眺めてください。映像や写真のように見えないと思います。それは例えば今日の朝ごはんや晩ごはんを思い出すと、食卓の食器や野菜の色が分かりますよね。そんな感覚で、自分が一番行きたい場所や痛い場所の風景をイメージして眺めてください。以前写真で見た美しい風景や、小さな頃によく行った懐かしい場所を思い出して、それをしばらく眺めていてください。ではそのイメージの場所にいたまま、口で呼吸をしてください。その景色の中の空気が舌に触れるとどんな味がするのかを考えてみてください。実際に口呼吸にしていただかなくて大丈夫です。そのイメージの中で空気を口で吸い込むとどんな味がするだろうかと考えてみてください。海辺にいるなら潮の味、草原にいるなら
花の甘い味、風の爽やかな味がするかもしれませんね。懐かしい場所で飲んだジュースの甘い味がするかもしれません。では引き続きそのイメージの場所にいたまま鼻で呼吸をしてみましょう。こちらも実際に鼻呼吸にしなくて大丈夫です。そのイメージの中で鼻呼吸をしたらどんな匂いがするだろうかと考えてみてください。そしてその匂いに意識を向けてください。海辺にいるなら潮の香り、草原にいるなら草の青い香りや花の甘い香りがするかもしれませんね。そのイメージの場所にいたまま鼻で呼吸をして匂いを嗅いでみてください。次は引き続きそのイメージの場所にいたままどんな音や音楽が聞こえるのか耳を澄ませて聞いてみてください。そのイメージの中の音や音楽になります。で、海辺にいるなら波の音が聞こえるでしょうし、草原にいるなら風が吹いてサラサラと音を立てる草や木の葉の音が聞こえるでしょう。懐かしい場所で聞いた音楽や憧れの旅先での教会の鐘の音や都会の喧騒の音、または砂漠の静寂の音かもしれませんね。最後にそのイメージの場所にいたまま肌の感触を感じてみてください。海辺の暖かく湿った空気、草原の草の感触、肌にまとった服の感触、風になびく髪が肌を撫でる感覚、ひんやりとした空気、暖かい太陽の光、そういったものを肌で感じてみてください。またその場ではどんなエネルギーを肌で感じることができるでしょうか。大都会のピリッとした良い緊張感のあるエネルギーを感じますか。また赤ん坊のように安らげる温かいエネルギーを感じますか。大自然の生命力にあふれるエネルギーや長い歴史の持つ威厳のあるエネルギー、そういったエネルギーも十分に感じてみてください。
その心地よい空間を五感のすべてで体感しながら、心の準備ができたらゆっくりと目を開けてこちらの世界に戻ってきてください。音声が終わってもその心地よい空間にいたければ好きなだけいていただいて大丈夫です。でそこに好きなだけいて、ご自分のペースでゆっくりとこちらの世界に戻ってきてくださいね。